今日は土用の丑の日ですよ。ね。でね、まあ僕は生き物大好きですから、いろいろ今問題になってるのが、うなぎをもう絶滅やと。ね、絶滅危惧種で本当に取れなくなってる。ね。ほんで俺もこう、今日、ツイッターとかでつぶやいたんですよ。うなぎ、土用の丑の日にうなぎ食べるっていうのは、これまた江戸時代にかの平賀源内、うなぎって旬がね、まあ秋から冬なんですよ。で夏にうなぎが売れないと、そこで平賀源内が、キャッチコピーを考えて、土用の丑の日だ、うなぎを食べるべしみたいなのをね、いわゆる閑散期になんとかうなぎ食わそうって言った、何百年前江戸時代に決めたキャッチコピーが今もそこにもう引きずられて、毎年毎年うなぎがね、うなぎの日やうなぎ、土用の丑の日やでうなぎを食い漁ると。んでもうどん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 うなぎがおらんようになって、もう生き物として種としても今絶滅、本当にもうまあ僕いろいろ絶滅危惧って言われてますけど、僕の中では絶滅もすると思います。それぐらいもう遅いっていうか、まあ今から奇跡的にでも守らなきゃいけないって、いろいろ本を読んだらね、やっぱりだからそういうとこの土曜の丑の日にうなぎを食べることなんてやめようぜっていうのが今もう世界的でも日本全国的な運動であったりするわけよ。で安いうなぎは食うなと。うなぎを食うならば年に1回2回3000円とか5000円のうなぎをドンって買う、それぐらいした方がいわゆる数は食わないから。だから安いコンビニとかでね売ってるようなうなぎとかをもう食べるような文化はやめようぜ、俺もだからやめようぜっていう感じでツイッターでつぶやいて、今日楽屋入ったケータリング、うなぎのおにぎりやったわ、あのコンビニで。優しては思うけど、君が買ってんの土曜の丑の日やから、これうなぎでも思ったやろね。うなぎおにぎりやったわ、食いたなったわ、めちゃくちゃもううまっせや、あれな、食べたら持って帰って、俺どんだけ戦ったかツイッターでつぶやいた手前な、バレへんと思うけど、なんかの拍子にな、楽屋片付けておにぎりない、ゴミ箱見たらうなぎの食うたある。でまあなんかの拍子に俺のツイッター見てそんなこと書いてる、あいつ何やってんだろ悪口言われるやろ